吉村入ったよな。あ、おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。今日どうも、またお待ちしてます。いいあれでした、本当気をつけて、楽しかです。気をつけて、またまたいつでも言ってください。はい、また次は鍋料理もやってますので、ぜひ。まだ、はい、ありがとうございます。あ、どうも、またお待ちしてます。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。はい、ありがとうございます。気をつけて帰ってください。ありがとうございます。すいません、ガスペキは誰乗ってるんですか？はい、ええの乗ってんね。1100、いや、これ7班ですよ。7班、揺れのタイプやね。揺れです。MT-01 です。ヤマハ MT、はい、MT-01。 おー、何 cc？ 最大の V ピストン積んでますからね。すごいな、これ。これ排気量ごっつりはずやろ。1000何倍やったっけな。なんか大きいです。大きいですね、これね。あ、ピストンがあんないからね、シリンダーが。すごいですね。ヤマハでしょ、これ。ヤマハです。これは何というバイクですか？これはあのスクーピー。スクーピー、どこのメーカーですか？あ、ホンダのクレアスクーピー。オッケーです。これは、はい、すいません、スーパーカブ。あ、スーパーカブですね。何 cc ですか、これ？これはですね、90です。90、おー、ね、狙われてる90やね。結構人気あるんでしょ？人気ありますよ、今めちゃめちゃ。あ、めちゃくちゃ人気ありますよ、ほんま。これは何ていうバイクですか？今の形じゃなくて、この方がいいやろ。一般大衆車の PCX です。みんなこれカスタムしてるの多いもんね、今。一番人気あるスクーターですよ。はい、まだ買って3ヶ月半。おまだカスタムしてます。まだツーリングとか行きはれるんですか？まだ行く予定があります。あ、ええー、とこ教えましょうか。ずーっと下道で高見峠まで行くんですよ。高見峠抜けて伊勢まで行くんですよ。で、伊勢から伊勢湾フェリー乗ったら、あの知多半島上陸して、あ、あの浜松まで1時間なんです。浜松行けば鈴木の博物館と山原の博物館と航空自衛隊の博物館無料なんです。無料で、あのうなぎパイの工場も無料で見学できますからね。で、向こう行ったらライダーズハウスがあります。1泊2500円ぐらいで泊まれますんで、十分行って帰ってくるには。あの高速代とガソリン代使えへんからね、フェリー乗るんで。だいぶ楽ですよ。ちょっと入らんな。ちょっと入らん。よかったら箱うち置いてってくれたら、それバラしてもらったら、持ってきますんで。すいません、これは、ガスペ系。これ何年モデルですか？これは1987年モデル。わあ、綺麗に乗ってんね。キャブ入ってますよ、 FCR。 そうです、ちょうど欲しかったんですよ、うちの刀に。そうですか。ええね、早いやろ。早いですね。ねえ、あのね、ガスペキ R7 班出るまで7班最速がマッハの7班ずっと抑えてたんです。そうです。85年まで、70年から15年間マッハの7班が7班で最速だったんです。これ出てきて塗り替えられたんです。これは水冷。これは揺れです。揺れやね。すごいな。いやいやいや、大事に乗ったってください。こんな綺麗な R1100 めったにないから。奈良のどの辺からですか？カシパです。あ、ええー、とこですね。そうですか。すぐですもんね。また気楽に寄ってください。はい、ありがとうございます。あ、入りました、全部。入った。すいません、ほんならスクーピーエンジン音聞かせてもらいます。エンジン音、ちょっとクラッチ滑ってるんですよ。あ、いいです、いいです。どうぞ。大丈夫です。スクーピーのエンジン音、はい、どうぞ。スーパーカブ90エンジン音をやりますか。はい、全部ついてる。めっちゃついてますよ、この90は。うわ、すごいすごいすごい。これ一番いいですね。いいですね。僕もついこの間までそれやったんですよ。 PCX エンジン聞かせてもらえますか？はい、静かに。あー、静かやな。はい、はい、一番ね、行きましょうか。吉村のサウンド聞かせてもらえますか？どうぞ、気付けて帰ってくださいね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。
まっすぐ行ったら帰れない。まっすぐ行ってその信号左曲がった方が早いんですけど、左曲がってまっすぐ行ったら浜野さん、その信号左曲がったらもう浜野さん、あ、浜野さん、浜野さん、浜野さん、南山さん、どっち行く、あ、こっち、はい、どうぞ、じゃあもう最後です、ありがとうございます、どうも、気をつけてね。ありがとうございました。